日本サッカー協会は昨日今月20日にアルゼンチンで開幕する20歳以下のワールドカップの日本代表メンバーを発表しましたこのうちディフェンダーには少子高校出身でドイツ一部のシュツットガルトに所属するチェイス・アンリ選手が選ばれましたまたフォワードには郡山市出身で FC 東京に所属する熊田直樹選手 さらに JFA アカデミー福島出身の松田颯選手坂本伊佐選手が選ばれました日本代表は初の世界一を目標に掲げていて21日、セネガルとの初戦を迎えます。